水谷豊の若い頃がイケメン、また昔のドラマ遍歴や伊藤蘭との衝撃の関係も話題に。相棒シリーズでおなじみ、50年以上にわたって役者として活躍し続ける俳優の水谷豊さん。若い頃はイケメン俳優としても名を馳せていましたよ。今回は水谷豊さんについての紹介です。昔の伝説エピソード。芸能界に数々の伝説を残してきた水谷豊さん。今回はその伝説的エピソードをいくつか紹介しますよ。わずか13歳で劇団入団。子供の頃、白黒テレビを見て、この小さな箱がどうやって映るんだろうと疑問に思っていた水谷さん。いつかこの小さな箱に入ってみせると幼心に考えており、それが演劇の世界に入る原因となったそうです。1965年、13歳にして劇団ひまわりに入団。演劇に興味を持ったことから劇団に入ったそうですが、13歳というと中学1から2年の年齢です。幼い頃から行動力がすごい。ではドラマデビューはというと、それから3年後の1968年。それでも16歳ですからすごいですよね。フジテレビで放送されるヴァンパイアのオーディションを受け、なんと主役に抜擢されたんです。華々しいデビューを飾った水谷さん、1970年には映画デビューも果たされましたよ。一度は演技の世界から去る？しかし水谷さん、映画デビューを果たした1970年に劇団ひまわりを退団し、芝居をやめてしまいます。理由は単純で、小さな箱に入るという目的を達成したから。また高校入学後には、自分にはもっとあった世界があるとも思っていたそうで、大学受験も考えていたために演劇の世界から去ってしまったんですね。東京商船大学への受験に失敗し、働きながら浪人生活を始めた水谷さん。しかし浪人中に、こんなことやっていてもいいのかという気持ちに襲われます。来年もう一度受けるまで自分の状態では持たないと発作的に家出したり、当時はかなり悩まれていたそう。そんな中で小中学校の同級生に、コントロールプロダクションの女性会長がいたことなど通気な縁もあって、もう一度役者をやらないかと誘われることになります。ブランク2年、太陽に吠えろ第1回の犯人役で出演し、芸能界に復帰した水谷さん。ただ復帰当初はあくまでバイト感覚で役者に戻ったそうですよ。歌手としても活動。実は水谷さんには歌手としての一面も。それも紅白歌合戦にも出演された一流シンガーなんですよ。1975年に名優萩原健一さんのソロアルバム兄貴のブギにゲスト参加。その後1977年にハーバーライトで歌手デビューすると、1979年に自身が主演した大ヒットドラマ熱中時代刑事編の主題歌カリフォルニアコネクションがこちらもヒット。コンサート会場はいつもいっぱいだったそうですが、水谷さんは芝居と比べて歌に難しさを感じていたらしく、1986年をもって音楽活動を休止されます。2008年、22年ぶりに音楽活動を再開し、セルフカバーアルバムタイムカプセルを発売。オリコンアルバムチャート初登場2位、日本レコード大賞企画賞と高い評価を受けました。同年の紅白歌合戦ではカリフォルニアコネクションを歌唱し、2009年には23年ぶりとなるコンサートツアーを行いましたよ。
昔のドラマ遍歴。1968年に16歳前後でヴァンパイアで主役デビューを果たした水谷さん。しかし一度業界を去ったこともあり、本格的な活躍は1974年まで先延ばしとなります。1974年10月、萩原健一さん主演の傷だらけの天使で萩原さんの相手役に抜擢された水谷さんは、そこから徐々に出演作品を増やしていきます。1975年には映画東京湾炎上でテロリスト役として出演。何でも本来はテロリストに立ち向かう役としてオファーされたところ、脚本を読み自らテロリスト役を志願されたのだとか。1976年には映画「青春の殺人者」でキネマ旬報賞主演男優賞を最年少で受賞していますよ。1977年のドラマ「赤い激流」ではピアニスト役を好演。水谷さんはピアノ素人でしたが、役のためかなんと35万円でピアノを購入して猛練習。練習4日でエリーゼのためにを全曲弾けるようになり、劇中では英雄ポロネーズを弾いています。1978年10月、熱中時代教師編の主演に。この作品が最高視聴率 46.7% の大ヒットとなります。ここで視聴率の取れる俳優として認知された水谷さんは、その後も長く活躍されることになりますよ。1990年にスタートした刑事貴族は、1992年まで全3シリーズが制作されています。2022年でシーズン21となる水谷さんの代表作相棒のスタート年は2000年でした。伊藤蘭との昔の関係性。水谷豊さんの現在の奥さんは元キャンディーズの伊藤蘭さん。もともと水谷さんはキャンディーズのファンだったそう。雑誌の表紙などの仕事を受けてこなかった水谷さんのために、出版社が伊藤さんをキャスティングして水谷さんに表紙の仕事を受けさせたという逸話が残るほどなんです。二人は1982年あんちゃんで兄弟役を演じ意気投合。1983年には事件記者チャボで共演されたのですが、これは水谷さんが自身の相手役として伊藤さんを指名したことで実現したんですって。結婚時のインタビューによると、当時水谷さんは伊藤さんのことをランちゃんさんと呼んでいたのだとか。1990年には長女朱里さんも誕生。朱里さんは後に役者となられ活躍されていますよ。芸能界きってのおしどり夫婦として有名な水谷さん伊藤さん夫婦。2013年公開の映画少年 H では28年ぶりに共演。本物の夫婦で夫婦役を演じたことで話題になりました。水谷さんが還暦を迎えたことから、還暦祝いとして伊藤さんに出演をオファーされたらしく、同作品で伊藤さんは日本スポーツ映画大賞助演女優賞などを受賞されていますよ。若い頃のイケメン画像集。水谷豊さんの若い頃の画像を集めてみましたよ。熱中時代刑事編での水谷豊さん、現在はメガネをかけた姿も馴染み深い水谷さんですが、今とはまた違った印象を受けますね。事件記者チャボでの水谷豊さん、伊藤蘭さんとの関係が発展した水谷さんにとっても思い出深いであろう作品です。水谷豊さんの代表曲カリフォルニアコネクションのジャケット写真です。スーツ姿が似合っていますね。まとめ、今回は水谷豊さんについての紹介でした。水谷さんの今後の活躍にも要注目です。